んにちは。安部さん、今日はどちらへ？今日はですね、長野のザサウナで行われているあのランプフェス、覚えてます？ランプフェスってあの去年も行ったんですけど、後ほどね、そのランプフェスにあの今年もちょっと行こうかなと思いまして。安部さん、ランプフェスどんなところが楽しいと思いました？去年ね、行ってね、やっぱ思ったのはあの本当にこうとにかくねパワーがある、みんなの、あの受け入れるスタッフさんもそうだし、遊びに来るお客さんもそうだし、あのなんかこうすごいこうエネルギーに満ち溢れたあの大自然の中で入るサウナイベントだなっていう感じで、めっちゃ楽しかったですよ。ちょっとね、今年もいっぱい楽しみたいなと思ってますね。さ、ランプに着きました。で、ね、もうすでにもう音楽とかもね、ちょっともう流れてていいですよね。もうね、みんな水着です。で、あとね、みんな整って顔ふわふわしてる今年のランプフェスどんな感じになってるのか、ちょっとね、いろいろ回りながらね、見ていきたいなと思っております。楽しみ。じゃあ、こんにちは。こんにちは。ね、もう整ってるでしょう。ね、こんにちはでこれだけこうね気持ちよくなれるっていうのはサウナのやっぱ素晴らしいことじゃないですか。うわー、これ見て、これですよ。最高ですね。サップやってますよ。わー、すごい。見てください、サップ。サップの多分インストラクターさんとかもついてて、多分教えてくれるんでしょうね。こんにちは。こんにちは。すごい人数。ね、すいません。こんにちは。すいません。こんにちは。すいません。違う違う違う。なんか見たことある。なんか見たことある。お客さんじゃない。あれ。はい。あ、スターモロボシ。スターモロボシといいます。あ、違う。折れないよ、スターモロボシ。すいません。ごめんなさい。野田クラクションベイブです今日、はい、テレビ出るのは初めて。はい、なんかちょっと緊張して、うん、カメラがあったんでびっくりしちゃって、はい、ご無沙汰します。ご無沙汰します。ご無沙汰します。いやいや、ありがとうございます。今日そしてスターモロボシさん。はい、スターモロボシです。キラーン。今日は、はあ、今日は何でしょう。今日、あ、勝手にキラーンしないでください、ね、昨日からずっとキラーンするんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、去年に比べてこうパワーアップしたところとか、はい、なんか見どころとかあれば逆にちょっと教えていただきたいなと思って、去年よりパワーアップしたところで言うと、うん、まあ、サウナがちょっと増えてます、まあ、あとはサバス、はい、去年呼べなかったんですけど今年呼べて、サバスフリーザートラックっていう、もうなんか車がとんでもないことに、うん、また基本的には変わらないランプフェスではあるんですけども、はい、それをちょっと楽しんでいただくような形には。はい、ちなみにあっち、あっち 何が今やってるんですか。テントサウナで、あの後半、今日あのこの時期すごい気持ちいいんですけど、はいはい、もうなんかいっぱい変な人いるんで、はい、いっぱい変な人がいる、はい、面白いですなんか、うん、なんかやばいですなんかやばい、はい、なんですかね、行かないと分かんないって言ってましたけど。でもまあね、まあランプフェスで野田クラクションベベさんがやっぱこうキャスティングした作ったイベントですから、その変な人はいないでしょうけどね、うん、おいおい、あ、テント、お、生ビヒタあります。いいですね。もうまさにこの時期ね、新緑の季節ですから。こんにちは。こんにちは。あー、こんにちは。こんにちは。なんか出てきましたよ。なんかわら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 出てきましたけど。あ、こんにちは。島島サウナの。はい。違う違う違う。旅旅旅島サウナの。はい。こんにちは。ご無沙汰します。ご無沙汰します。ビヒタ農家の高木です。生ビヒタ作ってくれる。生ビヒタ。はい。ありがとうございます。はい。マジシャン熱波師のヤギさんです。あ、マジシャン熱波。ちょっと待ってください。情報量よ。ここのサウナ、旅城サウナのテントサウナはどういうことが体験できるんですか。はい、あのビヒタを今日床に染み付けてて、で生ビヒタがもう常にあるっていう。生ビヒタ農家さんで採れた、本当にさっき言いましたけど貴重な生ビヒタを床に敷き詰めてる。そうです、ね、いいですか、
ちょっと見てみますか。うわー、これ今お客さん入ってないんで入ってもいいですか、はい、でビヒタを敷き詰めて、この空間自体がねものすごいいい香りします。乾燥じゃないやっぱこの生特有のね青々しさがすごい残ってますね。これ裸足とかで入ると気持ちいいでしょうね。あ、万平さん、これは僕去年の VTR で見ましたよ、はい、見ました。ぬかと湯気すごい喋る人がいるじゃないですか、はい、異常なぐらい喋って異常なぐらいカットされたあそこのぬかと湯気さん京都なんですね。そうなんですよ、京都にオープンされたぬかと湯気さんっていう施設なんですけども、去年はまだオープンする前にこちらで出店して、応援してたんですけども、去年ねオープンされたんで、でまたこうオープンして今年もまた出店されたっていう。ちょっと聞いてますかね。ちょっとほらなんか見たことある人。こんにちは。ああ、こんにちは。これだ、ベビさんが言ってた変なやつぜひちょっとランプフェスですけど京都のぬかと湯気のちょっとアピールをどうですか、カメラ目線で一人でお願いします、はい、ありがとうございます、ぬかと湯気、実はオーナーはお医者さんの施設なんですね。リラックスしていただいて、だけど気がついたらめっちゃ健康になっているっていうような、そして微生物の発酵の力で温まる、あなたはそれを体験したことがありますか。特殊な温浴体験、ぬかと湯気の酵素風呂、そしてサウナ、ぜひよろしくお願いします。詳しくはホームページを見てくださいこれ米ぬかを、京都に今育てててそれを持ってきたんですけど、この中にじゃあこういわゆる菌、はい、発酵菌がたくさん入ってる、もう微生物だらけです。自分たちで、あ、すごい塗ってる、塗り合ったりとかしますね、屈強な男たちが。どうですか、塗ってみて。なんか滑らかですごいいいです、うん、柔らかくて。匂いとかはどんな感じがするんですか。匂いは、うん、なんか揚げパンみたいな匂いします。揚げパン、へぇ、今えらいことになってます。見てください、そのまま飛び込んじゃってください。もう入った瞬間に肌トゥルントゥルンになってますねほら見て、なんかワックスがけしたみたいになってるので光ってますよ、体が。気持ちよさそう。いや、すごかったですね。いやベベさんがちょっとやばいかもみたいなね言ってましたけど、理由が分かりましたね、彼らでしたねでもね、すごい良かったですよね、うん、いい遊び方されてますよね。うわー、もうほら、もう見て、あれプロポーズしてた、あれ。どちらからいらっしゃったんですか。横浜と京都です。横浜と京都、遠距離ですか、はい、ちょっと話聞きますか。名古屋、長野のイベントになんで来てんですか去年サバスで出会いました。やったんです。え、去年ランプフェス、はい、うん、ランプフェスじゃなくて、うん、どこのサバス、どこで、なんだっけ、北近江の滋賀県。あ、そう、北近江リゾート。はい、で、サバスが去年行ってましたよね、はい、そのイベントに行かれた時にお二人が出会われた、はい、嘘本当で、今日ランプフェスに2人ともサウナ好きで、で今日ランプフェスにサバスが来るってことだったんで、また1年ぶりに行こうかって。2人が出会ったサバスに入りに行こうかと何ですか皆さんね、ここで記念撮影ねされてます。これ見るだけでちょっと汗出ますよね、このね。なんかあっち側なんかやってますよ。椅子に座ってステージの前でなんかやってますね。もしかしたらですけど麻婆豆腐作ってるかも。実はですね、これラム麻婆を誰が上手に一番作れるか大会をやってるみたいですね。で、昨日初日の1日目の昨日は予選で、2日目の今
決勝戦らしいです。で、あのね、一番手前にいるあのサラマンダー君、昨日1位通過したのかな、だから大注目らしいですよ。で、これ今待ってる人たちは作り方を覚えてるんじゃなくて、今からこれできたと食べてあの投票するみたいで、どの人のラムマーボーが美味しかったかを投票するそうです、はい、ちなみにあの一番奥にいるあの方が、マメさんという方で、まあ、この、ランプの代表取締役社長、もう社長ですね、社長が今青空の下でラムマーボー作ってるっていうね、面白いっすよ。さあ、メインエリアの方にね来ました。このサウナが、まあ、ザ・サウナの、一番最初にできたサウナですね、はい、ここから始まりましたザ・サウナはね。もうこの壁とかね、これとかもうたまんないでしょ、この木のくすみ具合。ちょうど今ね、入れ替えで多分ね、薪を燃やして石を温めてる状況かな。そしてこちら、こちらが2号棟ね、隠しっていうね、すごい、この側面の横にサウナストーブの薪を入れる場所がついてるんですけど、ちょっとなかなかこういうのも見れる機会ないですかね。でこれはね、あの1号棟と違ってまたね、2号棟はちょっとこうロフトのようなちょっと背の高い小屋なんで、高さを生かした、サウナ体験というかね、対流とかをうまく使ってやってるっていう、面白いですよ。ここもこんな感じでこう全室こういう感じでね、タオルを置いたりとか、ここでこうちょっとバスローブを置いたりとかしてね。でこの扉、ここを開けるとサウナさん、すいませんお邪魔します。このね奥にサウナストーブが見えますかね。さっきあの薪を入れる場所がこの真下にあるという感じですね、はい。ここから上がってって両サイドにこうベンチがあるっていう、いわゆるこのロフトといいますか、2階部分が座るところですになってるところですね。こんにちは。ザ・サウナのスタッフさんもね、やっぱほらもうスタッフさんですけど、やっぱこうスタッフさん自身がこう楽しんでるっていうね、今年に、うん、2回目、今日昨日はなんか雨だったみたいですけど、そうそう、昨日すっごい雨でした。今日はどうですか、お客さんの顔とか。めちゃくちゃいいです。いい感じ、いい感じ、すっごい晴れてる。あ、本当、うん、笑顔も晴れてる、笑顔も晴れてる。どうですかこっち側は。ここはコルメとネリャ、ネリャ、はい、どんなサウナなんでしたっけ。あれですね、プライベートでいつも開放してるサウナなんですけど、うんうんうん、皆さんがこうだんだんの、あのだんだんの空間で、うん、なるほどなるほど、はい、ちょっとこうおしゃべりもしやすいような作りの大きい、ゆっくり入れるということですね。そうそうそう、 L 字型になってますね、中は。そっかそっか、うん、今日はお姉さんはサウナ入ったんですか。今日はまだなんです。そっか、入りたいでしょ。入りたい、だってちょっともう入れる格好ですからね。そうそうそう、いつでもね。隙見て入ろうとしてる。いいですね、これがランプフェスです。なんか顔をもみもみされてません。多分あれマッサージコーナーじゃないですか。ちょっと見てみましょう。お兄さん、ちなみにどうですか、やられてる感じ。さっき聞いたのが、あ、まあ今便秘ですかって聞かれて。ちなみにどこが痛いと便秘なんですか。あ、この辺にあの小腸系とか大腸系とかちょっとあるんですよね。それを触るとちょっとこうプチプチプチってしてるところがあったりするので、今お兄さん、はい、全国のサウナファンに便秘のツボ押されてるのを今撮られてます。あれ、カメラもあります、もしかして。後ほどサウナというあのサウナ番組やらせていただいてます。マンペイさんです。マーボー
ちょっと見に行きましょう。え、ラムマーボー行きます。まだ食べれるんですかね。さあ、終わりました。あ、終わったかね。終わった、はい、では3人来ていただきましょう。いかがでしたか、ここやってみて。いや、まあ、あ、もう完全に終わってますね。完全に終わってた。サウナ回ってる間にラムマーボー売り切れてる。終わっちゃった、終わっちゃった。万平さん、はい、お腹すきました。腹減りましたね。ちょっと飯タイムしますかね。こんにちは。今日はこちらでフードって食べれるんですか。フードもう終わってしまいました。終わった。3時まで。あ、そうなんですね。和歌山県の丸井さんというラーメンをお出ししてたんですけど、うん、え、ミシュラン取られた、取られた丸井さんというラーメン屋さん、はい、濃厚豚骨、豚骨醤油ベース、豚骨醤油ベース、うわ、うまそう。めちゃめちゃ、これ食べれますか。終わった。終わっちゃいました、丸井さん。なんかチャルメララーメンとかな、カップラーメンとかないですもんね。ないですよ。そっか、ランプだもんね。ちょっと出ていただいたところに、うん、ランプで今屋台を出ししてて、そちらでタコスとかジャークチキンとか、ちょっと今年のテーマがトロピカルになってて。テーマがある。テーマ、トロピカルです。トロピカル、トロピカル。あ、こんにちは。なんかあの、はい、向こうで丸井のラーメンが終わっちゃってて、はい、あのこっちにあの美味しいご飯あるぞって聞いたんで来たんですけど、あ、アジがうまいですよ。何が美味しいですか。アジの丸干しです。アジの丸干し、はい、壱岐の島から持ってきました。え、はい、トロピカル。あ、ごめんなさい、トロピカル。あれ、一応島なんでね。あ、そうですよね、はい、あ、まあまあトロピカルじゃトロピカルですけど、壱岐、はい、の島なんでトロピカル。じゃあジャークチキン一つと、はい、あとせっかくなんでさっきのお兄さんのおすすめのアジ。アジ、はい、はい、いいですか。はい、わかりました、ありがとうございます。ね、それこそランプは長崎県のこの壱岐にもランプありますんで、多分壱岐のね美味しいお魚を持ってきてここで食べれるように、多分ランプでこう全店でこう応援してるって感じなんでしょうね。さあ、ということで、どうにかですねランプ飯ゲットできました。ちょっとね丸井さんのラーメンはね食べれなかったんですけど、次回ちょっとね食べてみたいなと。ただね、さすがですよ、やっぱランプ、いろんなところにあるこのねランプのね血のりを生かしたご飯、見てください。このね、壱岐ってめちゃくちゃお魚、美味しい魚取れるんですよ。玄界灘のアジの丸干し、いただきます。うん、うん、最高。このね、干物にしてるっていう、この身も凝縮してるし、味も凝縮してますね。すごい美味しい。皮もねパリッパリだし、魚のこの旨味がもう、やっぱトロピカルなだけありますね、泳いでてね。そして続いてはジャークチキン。このもう見た目からもうトロピカル、ね、何ですかこれは。ね、これがだいぶトロピカルですね。いただきます。うん、あ、間違いない、最高。ジャークチキンのこのスパイスも相まって、肉のこの肉肉しさも相まって、ほんとトロピカル。これ冗談抜きでトロピカル、うまっ。トロピカルって何。そして、去年のランプフェスの動画の時、放送の時も紹介しましたけど、これね、牽引式のサウナ、この三角の屋根になってて、牽引式のサウナ、これトレーラーみたいな感じで、これも今回運用してるっていうね。ちょっと開けてもいいですか。すいません、すごい満席だ。こんにちは。今日はどちらからいらっしゃったんですか。東京から来ました。東京から、皆さん東京から。あ、グループで、すごい、もう膝つき合わせまくってるじゃないですか。ロウリュしました。ちょっとだけ僕もロウリュいただいてもいいですか。こうやって
ね、みんなでこう入るっていうのもね、なかなかできないですからね。あー来た。あーここいいね。あーすーごいいい老流じゃないですか。上手。すごい、やっぱこのねコンパクトなサウナ室なんで、もう対流も早いですしね。すいません、開けっぱなしにしてすいませんでした。もう一回蒸気足しておいてください。楽しんでください。すいません、ありがとうございます。みんないい顔してる。ちょっと待って、ランプフェスで一番整ってる人見つけた。こんにちは。こんにちは。あのお兄さん、ここお兄さん、これ抱えてるやつ、これなんですか。これミント茶を煮出した水風呂みたいです。もう整いすぎて、整いすぎて、もう間がすごい。今回ですね、このマッドサウニストさんというチームに出展いただいてるんですけども、ちょっと紹介したいと思います。はじめまして、マッドサウニスト陽介です。マッドサウニストの陽介さん。はい、陽介さん、本業は医者をやってます。お医者さんなんですよね。そう、今回 これ今回に2つ出展。そうですね、はい、こちらはスーパーハーバルスチームサウナっていう名前。ちょっと待ってください、もう一回ゆっくり言ってもらっていいですか。スーパーハーバルスチームサウナです。情報量、今回ジェネレーターを2機搭載してまして、水蒸気発生機ですねを今2台置いてます。ちょっと天井を見てもらうと分かるんですけど、ハーブスワッグを。本当だ。あれ、何のハーブが飾ってあるんですか。何とか分かんないぐらい多数のハーブを吊るしてます。とにかく何が入ってるか分かんない、とにかくいろんな種類のハーブが。買いました。それはスーパーハーブだ。さあ、ランプフェスのですね、去年は駐車場になったエリアにですね、実はですね、今年ザ・サウナが新しくサウナ小屋建てたんですよ。それがこの後ろの2つある場所なんですけど、これサウナもあるんだけど宿泊もできる、もや宿泊とサウナが一体型になっている小屋というか、アースボートって言ってたかな。はあ、で今回はここのエリアでウィスキングをやってるんですよ。この壁の向こうでね。でこっちがウェルビーさん、ね、いつもお世話になってますウェルビーさんのウィスキングチーム、そしてこっちが白樺スポーツのウィスキングエリア。ちょっとウェルビーの方もちらっとだけ覗いてみます。どんな感じになってるのか、ね、今緑のあのねポンチョ着てる人とかがウェルビーのスタッフさんですね。あんな感じでお客さんの前でカウンセリングだったりとかヒアリングをした上でウィスキングのプログラムを作っていくっていう。あ、今浮かせてますね。ああやってウィスキングマイスターが水風呂でね、こうお客さんを浮かせて冷却をするっていう、またこうちょっと普通に、自分たちでサウナに入るっていう体験じゃなく、こう誘ってもらいながら自分の体調だったりとかっていうのをそのマイスターに管理してもらいながら入るっていうね、これがウィスキングでございます。はい、今からですね、グループウィスキングというね、座りで本来なら1対1で施術をするんですけども、それのこうライト版みたいな感じで、お友達同士なんかで一緒に受けれるプログラム。ちょっとね、僕もね入りたいんで、ちょっと水着じゃないんですけども、こんな機会なかなかないんで、ちょっと良ければ一緒にちょっと見させていただけるということなんで見てみましょう。皆様のお顔周りの方でこちらのお鍋にこちらが白樺とあとお塩が入っているんですけども、こちらを交互に流していきますので、ちょっとお塩の感じを
鼻から吸っていただいて、あと香り等々お楽しみいただければと思います。皆さんでですね、ちょっとこちら今料理をしたので、上で吸っていただいて、はい、いい感じですね。そうすると結構蒸気が葉っぱの方に集まってくるんです。こんな状態で首ですね、トン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 って火のところを巻いてみて、めっちゃいい香りする。あと脇の下とか、すごい良い香りつつまってます。そんな前の方のお背中をまんべんなく大体してみましょう。基本的にはあのグループウィスキング このセッション、白樺スポーツがやってるのは、まあ3セット2セット3セットぐらいこう繰り返していく中で作っていくっていう感じですね、はい。でやっぱりウィスク この叩き方だったりとか、上の蒸気をこ うまく使ってやるもんだ、で叩く以外にもウィスキングっていろいろあるんだよっていうのをこのグループウィスキングでちょっとこう知っていただくプログラムに なればなっていう感じで作ってると思います。こんな感じで、今グループウィスキング終わってテントから出て、今から水風呂ですね。ただこの葉っぱ、白樺だったり多くの葉っぱが結構ついてるんで、それをこう施術師のスタッフの方が全部バーッと落として、そのまま水風呂に行くっていう感じですね。気持ちよすぎる。しんわりあったかくて、もう初めてだったんですけど、いやもうちょっとこれ癖になります。でこの後は、水冷やした後はもうおのおの休憩していただいて、ゆっくり、体温を下げて、そのまま終わりっていう感じですね。なんでこう見ていただいたらなんとなくわかると思うんですけど、こうアウフグースみたいな、こういういわゆるエンタメと言われているようなプログラムというよりかちょっと逆というかね、あの静かにゆっくり、なんかワイ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 するっていうよりかは、この植物を使ってゆっくりこのサウナを時間を楽しむっていうようなのが、まあ、ウィスキングの要素の一つなのかなと思いましたね。さあ続いては、乗り物エリアですね。もうこのサバス、これまあ後ほどでもね何回も出ていただきましたけども、サバスがランプフェスにやってきたっていうね、入ってますよ、パンパンだ、満席ですね。お、真ん中にこのプールがあるんですね。あ、すごい。今日どちらからいらっしゃったんですか？今日神奈川県から来ました。神奈川から。小田原です。みんな仲間で、女性6人で来ました。女性6人で。はい。イエーイ。どうですかランプフェスは？最高です。最高。楽園みたいです。楽園。今どこに入ってたんですか？今はそこに入って。フリーザー？はい。どうでしたフリーザー？え、もう匂いとかがすごくて。やばいよ。やばい。もうなんか匂いと、あ、暗くて、あの室内が、それがすごく落ち着いてよかったです。さあそしてこちらが去年も登場しましたサウナフリーザー、ウェルビーさんがね作られた和田さん、こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。1億人とも言われてる和田ファンの皆さんが、もう1億人の和田です。1億人の和田。どういうことですか？分かんない、言ってみただけ。どうですか今回、去年も参加されましたが今年のランプフェスは参加しまして、今年ももうあのサウナの皆さんと会えるということで、楽しみに来たんですけども、昨日雨降りましてらしいですね。もう気持ちよかったですよ。本当ですか？名言も出ましたから。名言、あのサウナの方が雨がぬるいと、雨がぬるいと、こんな雨じゃ私は冷えないと。そんなこと言ってる人じゃないですか。整ってるな。お客さんも結構喜んで入られてますか？そうですね、今日もう皆さん楽しまれてますね。程よく冷えてちょうどいいかもしれない。あー出てきた。いいですよ、いいですよ、出てきた出てきた、お姉さんが。いや
大根さん出てきた、出てきた、降りて降りて降りてきて、このままインタビューしよう。お姉さん、お姉さんどうですか？最高です。ランプフェスは初めて？初めて来ました。こんな中どんな感じでした？こうキンキンに冷えてるんですけど、でも寒くないみたいな。語彙力整いすぎて語彙力下がってる。そっかそっか。そして、サバス、フリーザーと続いて去年も参加されてました、これね、サウナトラック、まあ、多分日本で一番最初にできたんじゃないですかね、これね、多分ね。これね、下がサウナ小屋、まあ薪サウナになってて、これ今入ってますけど、そのトラックの上見てください、人寝てる。これね、トラックの上の荷台部分が外局スペースになってるんですよね。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。あ、どうもお久しぶりです。どうですか、はい、去年も参加されましたけども、はい、今年のランプフェス、お客さんの顔見てどんな感じですか？やっぱ去年来てくれた人もなんか来てくれてる顔ぶれが結構。そうですか、はい、見えて、B 氏も入られましたか？まだね、入ってないんですよ。5番目の、はい、あの新しくできたところですよね、はい、本当に全然入らせてくれないんですよね。マメさんがランプを開いて、うん、で野田クラクションベベ君がマザーサウナって言って作って、でその野田君が、託したサラマンダー小野君が今度5号目をね作ってね。サラマンダー小野さんが今回の新しいサウナ5号機を作られた。そうそうそう。ガズさん、はい、サウナトラックの話は、ええ、ラムマーボーが美味しかった。ラムマーボー美味しかったじゃないのよ。ワンペイさん今、はい、5号機って話出たけど何ですか、ね、このランプフェスが始まる前にちょうどね、ザサウナが新しくサウナを作ったんですよ。ちょっとね、僕もまだね、5号と入れてないんで、どんなサウナなのか楽しみにしてるんですけど、あ、サラマンダー小野さん、ちょっと、はい、今大丈夫ですか？いやですね、インタビュー、はい、どうしたんですか？つかの間のサウナ休憩に今、はい、今スタッフさんみんな汗だくで、はい、いろんなとこ回って、はい、点検だったりね、連絡したりとか働いてますけど、はいはい、何してるんですか？サウナに、すいません。サンダルだけ、ザサウナのサンダル履いて、あともう裸じゃないですか？はい、ちょっともう汗かいてないです、僕だけ。別の汗が。すいません。ちなみに今ね、まさに話に出てたんですけど、はいはいはい、今回ザサウナが5号棟オープンしたじゃないですか。そうなんですよ、ね、はい、その5号棟がどうやら、はい、マメさんでもなく、ザサウナの支配人ベベさんでもなく、はい、サラマンダー小野さんが作った、担当されたと聞いたんですけど、僕が、まあ、プロデュースというか、まあ、考えて作ったサウナになります。はい、ありがとうございます。どんなサウナなんですか、ちなみに？ですね、まあ、今までやったサウナよりもさらにこうフィンランド式を意識したサウナになってまして、まあ、形も別の五角形になってるんですけど、五角形、うんうんうん、あとはやっぱロウリュをより楽しめるような、設計にしてます。最高に気持ちいいと思います。やば、むっめちゃくちゃ楽しみ。行きましょう。さあ、いろいろと、ランプフェス、ご紹介してきましたけども、いよいよ最後のサウナということで、今回ですね、特別にようやくサウナ入らせていただけるということで、ありがとうございます。よかった。このサウナに入らせていただきたいんですけども、今回のこちらのサウナが、今までザサウナ、いろんなサウナ作ってきましたけども、こちらが最新のサウナ、B 氏カミングスーン。これね、実はね、もうこのランプフェスに合わせて急ピッチで、作ったらしくて、とりあえずランプフェスでお客さんに楽しんでほしいということで、バタバタ完成させたそうです。行ってみますか。5番目のサウナ B 氏、どんなサウナなのかっていうのをね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、お邪魔します。これ分かります？五角形になってんすよ。これだから5号棟だからこの五角形っていうのを多分これテーマにしてるんでしょうね。もうどうやらサウナも五角形っぽいんですけど、この空間自体が五角形。これ見てください、全部五角形になってんすこれね。
そして後ろに水風呂ね、2段階に分けてる。だから多分こっちからこう水がねバーッと落ちてきてて、溢れた水がこっちに流れてるんで水温が多分違うんじゃないかなと思いますね、これね。すごいね、考えてるね、すごい。5号棟の B 氏、お邪魔したいと思います。お邪魔します。うおー、あーすごい五角形、綺麗に五角形になってますよこれ。あ、すごい面白い。はい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 、五角形のサウナは今までなかったですよね、あのザサウナの方にも。しかも結構こう丸太もかなり太いの使ってるから断熱も多分相当高いでしょうね。これ今まあできたばっかり、できたてほやほやですよ。でこれからね、何十人何百人何千人何万人の人がここに入って何度も何度もロウリュをすることでこの木がね蒸気を吸ってまた育っていくわけですよ。だからこの木はもう今日だけ、このまた次来た時違う顔しますからね。この顔をしてるのは今日だけですよね。あのこれね、投げてもいいらしいんですよ。でこの投げてやる、僕あのスロー流って言ってるんですけど、これ結構あの実はフィンランドではめちゃめちゃみんなやってて、だからねもうこのままねすくってこうやってねチュッてかけても OK らしいです。だからこれも多分そのサラマンダー小野くん、率いる、まあ、野田クラクションベベさん、そしてランプのみんながあのフィンランドにねあの視察に行ったりとか、フィンランドのサウナをよりこう日本で体験してほしいっていう思いもあって多分そういう狙いをわざとしてるのかもしれないですね、うん、じゃあちょっといいですか、かけてみていいですかね。あー最高。あの B 氏この五角形に合わせてここからバーッと蒸気が背中走り回ってます。めちゃくちゃ気持ちいい。でゆっくりそっから後から上から来るでしょ、横来て上ですね。めちゃくちゃこれ対流がしっかりしてる証拠ですよね。ここすごいよ、ここやばい。ここの高さに座るともう頭ほんともうすぐで天井なんでもうスレスレっすよね。あとね僕思ったのはこれがあることでロウリュをした蒸気まっすぐ行かずに両サイドにこう行くんですよね、こっち側にそして向こう側に。この蒸気がさっき言った背中伝いにやってくるこの蒸気の秘密なのかなと思います勝手にワクワクしながら推理失礼します。そしてあのストーブの後ろにねとものすごいでかいパイプがあるんですけど、これね外の空気を取り込んでるんですよね。だから新しい固有の酸素たっぷりのフレッシュエアがこっから上がって天井に当たりこの防御壁を伝いこの五角形全体に広がるっていう、むちゃいいじゃないですか。これもだから短いからねちょっと投げる感じでいいですよね、こうやって逆にあの近づくと危ないんで。あすごい、すっごい勢いでここ背中通りますよ。すごくないですか、ちょっとした風ですよ。あここすごい、こう入るのおすすめかも面白い。だからここの一つの席にしてもここの前と後ろで2パターン入り方があるっていうね。でこっちでもあるし
だからいろんな入り方ができるっていうの、この一つのサウナ室でいろんなバリエーションがあるっていうのがこのビーシの特徴かもしれないですね。で勝手にマンペは思いましたけど、あの皆さんはねこれ入ってあの好きな場所を見つけて好きな入り方をしてください。それがサウナの楽しみ方なんで。でもねこれ背もたれしながらこの横浪流、横の風受けるのちょっとありかと思いますよ。はい。めっちゃ冷えてる。キンキン。よし。よいしょ。よいしょ。お、深い。おお、深い。やば。よいしょ。よいしょ。山水高校へ。あ、始まった。今年も楽しかった。最高でしたね。やっぱ去年も思いましたけど、やっぱこのランプフェスの一番の良さっていうのは、まあそもそもこのランプに存在する通常営業であるサウナが手作りであるっていうこと。この手作りであるサウナと手作りのこの空間演出、そしてザサウナに来て、ザサウナ、そして長野信州を盛り上げようとしている人たちがたくさんいて、その人たちがまた集まってね、このサウナコンテンツランプフェスを作り上げてるっていうのが、よりこの人の熱量だったり人のこの感じ、思いがより身近に感じるサウナイベントだなっていうのはすごいやっぱ今年も強く思いましたね。あとはまあ今回新しく入らせていただいて、もうめちゃめちゃ楽しみにしてたこの5号棟B氏ね、サラマンダー小野さん、めちゃくちゃ良かったっす。でこれに入ってまた1号機に入るとまたエモさがあるっていうね、たまんないでしょ。帰れないよ本当に。今回もいろんな楽しい体験をね、サウナだけじゃないこのサウナを通した長野信州のこの野尻湖の楽しみ方満喫させていただきました。ザ・サウナの皆さんありがとうございました。そしてランプフェス、楽しんでくださった、インタビューさせていただいたお客さんの皆さんもありがとうございました。はあ、ようやく整えた、楽しかった。マグマンペイの後ほどサウナで。